委員長。四番林昇君。はい、ええー、皆さん、こんにちは。会派未来競争の林でございます。令和五年九月定例会において、通告に従い。一問一答形式にて、質問をいたします。よろしくお願いをいたします。ええー、初めの質問は。令和五年七月豪雨災害の復旧対応についてであります。七月十二日から。 13日にかけて、富山県初の線状降水帯が発生し、本市において過去最大となる豪雨災害が発生をいたしました。この災害への対応、復旧のためにご尽力されている本市の職員の皆様、土木事業者の皆様、ボランティアセンターの開設、運営をしていただいた社会福祉教育会の皆様、そしてボランティアとして手を貸していただいた市内外の皆様、本当にありがとうございます。 感謝申し上げます。まず、本誌が把握している今回の豪雨災害の被害概要について、お示しをお願います。お願いします。総務部長、橋本信之君。 本市が現時点で把握している今回の豪雨災害にかかる被害についてお答えいたします。まず、人的被害については幸いにもありませんでした。次に、重火被害については、合計86件に被害があり、内訳としては床上浸水2件、床下浸水41件、土砂流入40件、上水道断水2件、 浄化層土砂流入1件でありました、また非重化被害につきましては、合計19件の被害があり、内訳としては、作業所全壊1件、車庫等の浸水被害14件、宅地内地割れ1件、浄化層土砂流入1件、土砂流入2件でありました。また土砂崩落や倒木などにより 国道8号と471号で通行止めが発生し、剣道では7つの路線で通行止めが発生いたしました。また、市道においては82箇所で被害が確認されております。なお、剣道の通行止めに伴い、宮島地区において一時的に孤立集落が発生しております。その他、農作物については、水稲大豆、鳩麦、 東モロッショ市リンゴについて冠水被害があり、被害面積は四十八点二ヘクタールとなっております。農地農業用施設は被害箇所数六百七十箇所、林道については八十箇所の被害が確認されております。四番林昇君。 はい、市内において大変な被害があったことがよくよくわかります。まあ、幸いにも人的被害がなかったということは幸中の幸いであったというふうに思います。で、この復旧に関わる全体の予算見込みと復旧が完了するまでのスケジュール現段階での概要をお示し願います。産業建設部長笹本克也君。はい 今回の災害の復旧に係る全体予算の見込みと復旧完了までのスケジュールについてのご質問です今回の災害における市道や普通河川などの公共土木施設の災害復旧に係る経費については市道における報道除去などの修繕費として7,670万円被災した公共土木施設の災害復旧工事費などとして 二億四千八十万円、合計三億一千七百五十万円を見込んでおります。また農地農業用施設林道施設の災害復旧にかかる経費については、養排水路や農道林道における放流除去などの修繕費として六千四百七十万円、測量設計を行う委託料が 委託料として1億5600万円、被災した農業用施設のうち、重要な施設の早期着工のための工事費として3億1400万円、これらの合計5億3470万円を8月臨時会において補正予算の編成を行ったところであります。なお、農林業関係の全体予算につきましては、今後実施される 国庫補助事業の採択に係る災害査定の結果により全体の被害額が判明しますことから進捗状況を見ながら適切な時期に復旧に関する予算の追加補正を実施してまいりたいと考えております復旧完了までのスケジュールについてでありますが国土交通省及び財務省による災害査定は今月二十五日から 10月13日まででの期間で順次行われますますた、農林水産省による災害査定は、今月27日から順次行われ、12月上旬までにすべて終了,終了する予定となっており、災害査定が終了後、追加の補正予算を行いながら、工事発注を順次行いたいと考えております。一方、完成時期の見通しについてでありますが、 国や県をはじめとする公共土木施設災害のほか、農地、林道災害も含め、非常に多くの工事発注が行われることとなるため、今の段階でははっきりと申し上げられない状況でありますが、今後、工事の早期発注に努めるとともに、受注業者や地元関係者と協議を行いながら、早期復旧を目指,目指してまいりたいと考えております。 4番林昇君、はいえーまあ、かなりの量になりますので、なかなか今、現段階で全体像であったり、予算、スケジュールすべてはなかなか難しいのは、よくよくわ、えー、かりますで。市民の皆さんは、ですねこういった復旧のメド、いつ頃どれぐらい復旧で,できるのだろうかと、非常に、えー、心配をしておりまして、少しでもそのスケジュールや、えー、動向を知りたいと思われていると思います。 災害の復旧スケジュールなどについては、どのようにご市民、に周知されていくお考えでしょうか、お伺いいたします産業建設部長、笹本勝也君指導、はい、などの公共土木施設に係る今後の災害復旧におけるスケジュールの周知方法については、災害復旧工事の受注者と工程について協議した上で、通行止めなどの通行規制の情報を 市ホームページなどにて公表するとともに具体的な工程については各自治会に個別にお知らせしたいと考えておりますまた農地農業用施設林道施設については現在通報を受けた被災箇所の再確認や災害復旧に向けた対応方針などを順次各自治会に個別にお知らせをしており今後スケジュールにつきましても 災害復旧工事の発注のメドが立った時点で、具体的な工程など、随時お知らせしたいと考えております4番、林昇君。はい、まあ、あの全てが今あの 取り組みながらということでございますので、スケジュール、あの和解しあの随時です、ねあの、まとまってからじゃなくてもいいと思います、随時ここはいつまでできそうだとか、そういった見込みをです、ね、お伝えいただきたいと思います、また、逆にこうたくさんある中で、この部分はちょうしても時間をかかるということが分かれば、それはそれで少し明確に今、言えないけれども、もう少し時間をいただきたいというのをあのお伝えいただければあの、住民の方も安心すると思っておりますので、しっかりその辺周知の方を対応、よろしくお願いいたします。 で農地、農業施設以外のこう、民地の部分におきましても、土砂災害などの被害が多くありまして、例えば住宅裏の土砂崩れなど、二次的な被害につながる可能性が拭えないものもたくさんございます。でそういった民地における災害復旧に対して、少しでも支援をしていただければと思っておりますが、その点はいかがお考えでしょうか産業建設部長、笹本勝也君。はい 民有地ににおける災害復旧の支援についてであります民家裏の二次的災害に関する斜面対策については、個人による維持管理が基本とはなりますが、高さ5メートル以上で斜面の角度が30度を超える休憩車地など、崩壊した際に相当な被害を及ぼす恐れのある箇所については、これまでも休憩車地崩壊対策事業として、 斜面対策工事を実施してきてきおります同じく今回の豪雨により、宅地裏の斜面が崩れた箇所については、崩壊の規模や斜面から住宅までの距離にもよりますが、民家に直接被害,が被害を及ぼす恐れのある、えー、及ぼす恐れが見られる場合には、今後、 対策の必要性について、その財源の確保確保等も含めて、個別に検討してまいりたいと考えております。4番、林昇君。ありがとうございます。個別に対応ということでありますが、今具体的にその対象、想定しているその対象、個別に対応する箇所,の箇所数であったり、箇所数がいくつあるのか把握されているのか、そして、 で今、順次ということですが、二次的被害が心配されているわけ、そういうところもあると思っています、で今日の今朝のニュースでも、長崎県で線状降水帯がというニュースもありました、こう日々、日本中どこかで線状降水帯がという話がある中で、またいつか雨が、まあ、先日も少し大きな雨が降ったりしましたが、二次的被害につながらないかと心配している方も多くいらっしゃいます。 そのはあは順次と言いますが、具体的にいつごろどのようにというスケジュール感はお持ちでしょうか、確認いたします。産業建設部長、笹本勝也君。今、はいまあ、ご質問にありました、あのこの、えー、民家裏民、民地内におけるその、えー、危険な箇所の 箇所数の把握については、えーえー、土砂を撤去したあ40箇所があると思います、まあ、その中で危険な箇所が何箇所あるか、まあ、この後、まあ、あのー、こちらの方でも確認しながら把握していきたいと思っておりますので、今ちょっと何箇所という形ではお答えはできません。ただあの二次的 災害への対応ということで、現場については、ですねその一時的な土砂の撤去の時に危険な箇所はシートを張るなり、土のを積むなりという業者さんの方の手当もあのしっかりされているところもありますので、えー、そこはそこでしっかりあのなんとか耐えるところもできるのかなというふうには思っておりますが、そのこの後の休憩シャッチというふうな判断を持って対応していくというスケジュールについては、今後、あのう このあの各案件で対応していくような形になっていくと思いますので、スケジュールについても、なるべく早くその場、その場で早く判断はしていきたいと思っております4番、林登君。 はい、ありがとうございます、まあ、早く早くというのはもちろん大事でありますが、まあ、それも先ほどのスケジュールの周知と同じでございまして、住民の方もいつ、どのように対応していただけるんだろうかと思われていると思いますので、またそういったです、ね、あの何月頃までにはとか、どういったスケジュールでというのはあの、少しでも早めにお示しいただけると安心いただけるのかなと思っておりますので、お忙しい中とは思いますが、しっかり対応いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします、えー、次の質問に、えー、移ります。 次の質問も災害に関連したところでございますが特に災害時の情報発信ということに特化して質問をしたいと思いますで少し7月12日13日の状況について振り返りたいと思います7月12日の23時頃には市民交流プラザを自主避難所として開設を本市の方でされておりますがその23時頃にはすでに 国道471号線の、まあ、伊勢崎から南谷へ向かう方ですね、南谷交差点の手前で大規模な土砂崩れがあり、既に通行,ぞ通行止めになっておりました。で同じく柳町内においては、えー、23時頃には柳川があふれ、道路が川のようになっており、住宅2軒が既にうかぶ浸水をしていたあのではないかと思います。まあ、つまり、12日の23時頃には、既に 自主避難しろと言われても、避難できない状況にある市民がたくさんいられたと思います。でまあ、翌朝道路の寸断箇所が多く、災害状況を確認することも、まあ、非常に困難を極めたことだろうと思っております。で、この13日、翌日のはです、ね、平日でありましたが、まあ、南谷地区のほとんどの方が通勤・通学をすることができませんでした。 で他の地区にお住まいの市民の方も、国道8号線や国道471号線の通行止めにより、足止めを受けた方も多かったことと思います。で当時、市民からは、国道、県道、市道の通行止め解除の見込みや、停電が起きている地,区も地域も多くございました、こういった停電の復旧見込みについても確認をしたいという声が多く聞こえていきました。 しかしながら市でも状況把握や情報発信が正確にできておらず住民の方は不安を感じていた,といたことと思いますで南田園地区、宮島地区の方々は家から一番近い土砂崩れを見ていますが、まあ、当時全体的にどれだけの被害があるのか現状がわからないという方も多くいらっしゃいましたそのような中生命の危機に関わる場面もありました13日に、 救急車を呼ばれた方がいましたが、土砂崩れにより、ご自宅まで向かうことができず、津幡町の救急車に応援に来ていただき、津幡町側から救急搬送をしてもらうことで、一味を取り留めた事案もございました。14日には、透析のために通院予定の方がいらっしゃいましたが、普段その方が使っている国道471号線は、通行止めで通れず、 親族の方が山奥の回り道を自力で探し、何とか病院まで送ることができたそうであります。幸いにも人命に関わることはありませんでしたが、ギリギリの状態であったと思います。そこで質問でございますが、災害発生直後の情報発信は、被災者や地域住民にとって非常に重要であります。防災行政無線、防災緊急メール配信サービス、 ケーブルテレビ、市のホームページ、市公式フェイスブックページ、LINE 公式アカウントなど、各広報媒体を複層的かつ効果的に活用できていたのでしょうか、本市の実態についてお示しを願います。総務部長、橋本信之君。 災害発生直後の情報発信につきましては、自主避難所の解説や気象警報、水防警報などを市民の皆様に対して、市防災行政無線や、市防災緊急メール、市ホームページ、市ケーブルテレビにより情報を発信したところではありますが、市公式フェイスブックや市公式 LINE を使用しての情報発信は行いませんでした。 4番林昇君はいあのしなかったものがあるのは分かりますが、えー、と再度ご質問いたしますが、各広報媒体を複層的かつ効果的に活用すべきだと私は考えております、まあ、基本的にはあの防災の基本的にはあの情報発信、複層的にするべきだということを、あの過去にあの議場で質問した際にも、前任の部長さんからもそういったことばを頂い,いておりました。なんでえーと 今回の事例の中で、家具広報媒体、服装的かつ効果的に活用できていたのか、できていなかったのか、この二択で答えていただきたいと思いますいかがでしょうか総務部長、橋本信之君。はい、今回は、市防災緊急メール、そして市防災行政無線、市ホームページ、市ケーブルテレビにより情報を発信したところでありますが、 私、えー、公式フェイスブック、そして私公式 LINE については、情報発信を行っておりませんでしたので、えーまあ、十分に効果があったといいますか、効果的には不十分な部分があったというふうに考えております4番林君、はいえー、なので実態としては不十分であったということで、今、えー、部長も言われました。 もっと複層的かつ効果的に活用できたのではないかなというのも当時感じておりました。で今回の経験を生かして災害時の情報発信の強化に取り組むべきでありますで。特に情報ニーズの把握、これが重要であると考えています。なのでどういう情報発信をするか、もちろん今、あの私に申しましたように 言いました通り、各広報媒体っ複層的に活用することはもちろんなんですが、市民がどういう情報を欲しいと思っているのか、このニーズですね、なので、先ほど少し言われましたが、水防警報だとか、そういった情報が市民にとって分かりやすいのか、必要な情報なのか、こういったことも含めて、情報ニーズの把握が、 重要ででああるとということでありますなので、今後はこの情報ニーズの把握について、どのように取り組んでいかれるのか、お考えをお聞かせください総務部長、橋本信之君。今回、災害発生時の情報については、雨がやみ、明るくなってからの情報収集となったこと、また、被害規模が広範囲に及んでいたことから、道路交通情報や、 見込みなど市民のの皆様がが必要ととすする情報の発信が速やかかにできなかったと考えておりますご指摘のありました市民が求める情報ニーズの把握につきましては、今後、市自治振興会協議会をはじめ、市自主防災組織連絡協議会や、市防災士連絡協議会などの防災関係機関を通じて、把握に努めてまいりたいと考えております。 4番林昇君、はい、でその把握をしていくということですが、把握をした上でどのように、えーまあ、今後の災害の発生時にしっかりそれを活用していただきたいのですが、どのようにそれをこう実際の災害発生時に活用できるように、何か取り組んでいかれるお考えはあるのでしょうか総務部長、橋本信之君。はいえー 情報ニーズの把握を各中、関係機関に、えー、を通して把握に努める所存でございます。いただいた情報、それぞれの団体において、その場面、場面でいろんな意見をいただくことになると思っています。それを町、まあ、内で、えー、収集させていただいて、全、えー、課を通して、えー、情報を共有して、で新たな、その対策が良かったのかということも含めて、えー、協議をさせていただきたいというふうに考えております。 4番橋上君あのぜひあの取り組んでいただくべきだと思っていますのでそのこれいつ災害が発生するかわからない中でこれいつまでにそういった何かこう改善がされるのでしょうか多分それ取りまとめをしたりあのしっかり、えー、取りまとめをしてどう具体的にどうするかってことまで決めていかない限りもし同じように災害が発生をした際には先ほど、えー、部長に言われたような LINE 公式アカウントを活用しなかったり、フェイスブックページで情報発信をされなかったりするのかなと思いますが、その点はどのようになるのでしょう、いつ,いつまでには必ず整備をするみたいなメドなどはありますでしょうか。総務部長、橋本之君えー、実施のメドにつきましては、これまではお答えすることはできませんが、早々にこの、えー、関係機関、団体にですね、 えー、まあ情報ニーズ今回の災害についてのまあご意見も含めて、えー、なるべく早く意見をいただいて情報収集したいというふうに考えております。四番林昇君、はいえー、早々にということなので早々に取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。で次にえっと防災や災害情報を発信する、えー、X まあ旧ツイッターですね。SNS も様々ありますが。 まあ災害時に、この旧ツイッター X というのが非常にえ情報が早くて、皆さんそこで検索したりする方も、今、若い方では非常に多いと思っております。でこの X 旧ツイッターのアカウントを持っていない自治体は、五星六市でいうと、大江戸市と氷見市だけでないかと思っております。でこの際、この X アカウントを開設をし、災害時の情報発信強化に取り組むべきではないでしょうか。でまたその他の他 広報媒体も含めて、複層的かつ効果的に活用していくべきだと考えますが、改めて具体的な改善に取り組んでいただけるのか確認をいたします総務部長、橋本信幸君。はい、自然災害が発生した場合、住民に災害情報を迅速、正確かつ的確に伝達することは、災害から住民の安全を守る上で極めて重要であります。 災害対策基本法第56条においては災害に関する予報または警報の伝達は市町村長の責務とされ各市町村はこの規定を踏まえ災害時における住民への情報伝達を的確に行うため地域の実情に応じて防災行政無線をはじめとするさまざまな災害情報伝達手段を整備し情報伝達体制を構築する必要があります。 このことから議員ご提案の X につきましても、災害情報伝達手段の拡充の観点から、導入に向け、課題を整理した上で、検討してまいりたいと考えております。なお、本年9月下旬から、災害防災情報の LINE 配信の機能拡張を予定しており、市防災緊急メールと連携した情報発信に取り組むこととしております。 4番林昇君はい、えー、ぜひです、ねあの、この X、旧ツイッターのアカウントを作っていただいて、まあ、特にあの国、国道の8号線の,あのつ交通情報とかも、あの国の方は、この X で発信をしておりまして、非常に情報が早いわけであります。でそれをまたあのリツイートしたり、シェアすることで、すぐその情報がまた広がっていきますから、あの非常に有効であると思っております。なので私もそうやってあのこの 旧ツイッターのアカウントで国道の通行止めだとか、まあ、この前も事故処理で一時、国道バイパス止めたりしていましたが、その時間もあの予定よりも早まったりしたときには、早く通行止め解除しましたという情報も流れてきますので、まあ、そういったものを市のアカウントで共有してあげることで、また市民にもしっかり届いていくということになろうかと思っておりますので、あのこれはあったほうがいいなというの改めて思った次第で。 ありますのでぜひ取り組みしていただきたたいいと思まますでまた今の LINE 公式アカウントの機能拡張についても、またしっかり効果的にです、それも情報はただあの文字で投げていても仕方ないと思っていますので、しっかり情報ニーズを把握、努めていただきまして、視覚的にですね、 あの今の防災メールはメールの文字面がメインになっていると思いますが、あの文書だけではなくて、例えば地図をつけるだとか、視覚的に分かりやすいということも重要だと思っていますので、ただ、あのう、昨日拡張しましたで、同じような防災メールのものを転用して、ただ、文字面を送りますというのはやめていただきたいと思っておりますので、もしそういう考えがあるのであれば、えー、改めていただき、しっかりですね、あの今の時代であれば、もうメールよりも LINE が見やすいという人も多くなりますから、単純な転用をしないでいただきたいと思います、はい、よろししくお願いします。 でで今回、ですね災害状況の把握のために、えー、本市のホームページに被害の報告フォームを作成していただきましたが、これ、非常には自治体 DX ということで、えー、そういったホームページで写真をつけたりして、えー、こう情報を提供するとは非常に有効であるなと思っておりますが、まあ、今回、初めてそういった取り組みもされたんではないかと思いますが、まあ、この報告フォームについては、何件の報告があり、実際、この報告に対してどのように対応されているのか、お伺いいたします。 総務部長橋本信君市ホーーームムページのの被害報告フォームへの報告告へ件件数は11件ありましたその大半が土砂崩落や倒木により道路が塞がれたという報告でありましたが、報告いただいたものにつきましては、それぞれの担当課と情報共有を行い、対策を講じてきたところであります。 4番林昇君はい、えーまあ、こういった、あの実際これ、あのこれ実際やられてみて、実際当局としてどのようにこう感じられたのか、これに関連して再質問いたしますが、あの多分初めてこういった、今、ホームページも改修されまして、こういった報告フォームをしっかり作ることができる状況の中で、こういった取り組みについては、どのように効果があったのか、どうだったのか。 あの所管があればお伺いしたいと思いますいかがですか。総務部長橋橋本信之君。え今回市のホームページに被害報告フォームを設定させていただきました。その効果につきましてはやはりあの現地 えーまあ、通行止めとなっているような箇所に職員がなかなかたどり着けないという状況もありましたので、えー、市民の方からの,その写真等をつけたあの被害報告は非常に助かったというふうに思っておりまして、こちらについては、えーまあ、引き続きといいますかあの、継続した形で、えー、やっていきたいというふうに考えております4番、林昇君。か、はいまあ、かなりの額の額予算をかけて ホームページも改修したわけでありますから、しっかり効果的に自治体 DX という部分も取り組みながら災害の対応に、またです、ね、次あるときはさらに当たっていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。で、次にですね、小学校、中学校のこう通学路においてですが、まあ、13日も平日で学校があったと思いますが、その通学路における土砂崩れや地下道の冠水等もあったのではないかと思いますが、 これについてはいつ、どのように通学路の安全を確認されたのでしょうか、学校や教育委員会の対応についてお示し願います教育長、本武志君私の方から学校についてお伝えしますが、学校の通学路においても、自殺災害、これも発生しました。 南弁とか宮城市区の一部でスクールバスが行き来いということがありまして該当する児童生徒は10億人これは一日,一日また2日が自を学習をしてもらいました、えー、確認については13日の明け方5時にただ本部の方へ被害状況を確認しましたその中では 2地区、今言いまし2地区以外は大きな被害がないということは確認できましたので基本的には一部のとき通通投稿というふうに指示を各小中学校長に出しましたまた合わせてあの教育委員会の教育総務課の職員が通学路 を現地確認しまして、得られた情報について各学校に通知をしたところであります。学校においては、教育に応じて児童生徒のあのつながり、を流せて、それがないように生徒方が現場に回るというようなことなどを対応したところであります。 4番林昇君はいまあ、しっかりと職員が現地を見ながら確認したということで、えー、まあ、一つは安心をしておりますまあ、しっかりこういった災害時に二次的被害がないようにですね学校教育委員会しっかり連携をして取り組んでいただきたいと思いますのでまた引き続きよろしくお願いをいたします次の質問に移ります次の質問は子育て世帯に対する経済的な支援についてであります 今回の9月定例会の一般質問において、市民の声を私の SNS で募集をさせていただきましたで。そうしたところ、子育て世帯へのお米券の配布事業についての意見が多く寄せられました。まあ、主な市民の意見は、お米券の配布ではなく、子育てや学校で必要な物品の購入に充てられるものに変更してほしいという意見がありました。 そこで市民のどの程度の割合がそう感じているのか、私の SNS のインスタグラムというアカウント上でアンケートを実施しましたところ、62名の市民の方に回答をいただきました。ご回答をいただいた市民の皆様、ありがとうございました。市民の選択質問の選択肢は3つ設けてみました。1つが、そのままお米券の方がいいというもの。2つ目が、 子育て関係、何にでも使える方がいいというもの。三つ目は分からないという選択肢を設けました。で、62名のうち、何名の方が、おこま県の方がいいと回答したのか、ですが、おこめ県の方がいいと回答された方は、9名で、全体の15%でありました。子育て関係、何でも使える方がいいと回答された方が、52名で、全体の84%でありました。 わからないと回答した方は1名で2%でありましたこう見ると84%の方がお米に限定せずに幅広く使えた方がいいという意見でありましたがただ市内の米農家への支援という意味合いがあることも私は理解をしておりますただ一方でこれだけ多くの方の意見があったということは物価高騰による子育て世帯が 経済的な負担を感じているということだろうと思います。実際に粉ミルクや紙おむつなどベビー用品の7月の物価上昇率が前年同月に比べて7.1%も上昇をしています。さらにベビー用品全般を扱うピジョン株式会社は哺乳瓶などベビー関連の210品目をこの9月1日より 2%から22%の幅で値上げを実施しておりますその理由は原材料価格やエネルギー価格物流コストの高騰を転化するとのことであります物価高騰に対して賃上げが追いつかない中で子育て世帯の経済的な負担のみが増加しています世帯の所得に関係なく子育て世帯に対する経済的な支援を実施すべきではないでしょうか 答弁をお願いします民生部長、博一君、はい、子育て世帯へのお米め引き換え券配布事業につきましては、令和4年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、 子育て世帯への経済的支援および消費が低迷している資産米の消費拡大を、令和5年度においては、食料品等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯への経済的支援および資産米の消費拡大を目的に、人事的措置として実施しているところであります。また、令和5年1月から出産・子育て応援交付金事業を実施し、 妊婦や2歳までの定年齢期の子育て世帯が安心して出産・子育てができるように伴走型相談支援を充実し出産・育児関連用品の購入費助成および子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために10万円の経済的支援を行っておりますさらに県においては令和4年度までは出生児のいる家庭に対して 保育サービス等に利用できる富山子子育て応援券を配布しておりましたが、令和6年度から令和5年度以降に生まれた出生児を対象に、保育サービスに加え、出産・育児関連用品の購入にも使用できる新たな子育て支援ポイント制度を開始される予定であると伺っております。以上上申ししげましたサービスのほかに、 新たな子育て世帯に対する経済的な支援の是非につきましては、今後の物価の推移や国の経済対策等を勘案しながら、必要性も含め、検討してまいりたいと考えております。4番、林登君。はい、あの今、答弁いただきましたが、 例えば伴走型の支援で10万円ということであったり、県のポイント事業もいいのでありますが、あの本市はあったか子育て日本一というのをあの去年からこう言われておりまして、まあ、そうの中で、国の事業や県の事業を紹介されましても、私はあんまりピンとこないと思っております。あの本,市のえー、本市としてあったか子育て日本一を目指す中で、子育て世帯の課題をしっかり把握をし、 政策に落とし込んでいくべきではないかと思っておりますが、その点については、部長どのよううにお考えでしょうか民生部長、博一君、えー、あの今、ご紹介しましたお米引き換え券配布事業につきましても、国の地方創生臨時交付金を重点してしておりますので、なかなか市単独の事業としては難しいとは認識しております。で まあ今後につきましても、お米券につきましても、対象金額、一人当たりの対象金額も少なくて、幅広く薄巻きのまあ支援をしているところですが、子育て世帯に,に対するそのまあ物価高騰の支援というのは、かなりお金がかかるということで、それにつきましては、ちょっとそのうんまあ先ほども申し上げました通り、今後の物価の推移とか、そういうことを、 見,見ながら、また必要性もあるかどうかということは、また考えて、検討してまいりたいと考えております4番、林昇君。はい、それでは、部長にもう一度、もう一つ確認いたしますが、今後の物価上昇の推移を見るということですが、すでに先ほど申しましたとおり、四月物価上昇率でいうと、昨年同月に比べて7.1%の上昇、これは実際に、 えー、ベビー用品メーカーが値上げを実施している中で、えー、部長はどの程度、今後、物価の高騰があると対策として支援が必要なのか、どれぐらいの物価高騰が今後あると、いやこれは支援するべきなんだという判断を伝えれるのでしょうか、何かお考えはございますか民生部長、野沢博一君、えー、物価指導者の推移につきましては、 まあどこまで上がればするとか、そういうのは、やっぱり推移を見てみないとわからない状況もありますので、今,今、これだけということはちょっと申し上げることはできないと,と考えております4番、財政的なあの課題もあるのはもちろん承知しておりますが、あのしっかり値を下げに日本一という以上はあ、しっかりですね、何かしら、 そういう環境整備に対して支援をしていただきたいという思いでございますので、ぜひです、ね、よろしくお願いをいたします。で小次に、ね、小学校、中学校の制服体操服、こういったものもお子さんの入学時に非常に大きな額で負担になっているという話も聞こえていきます。でこののののの学校の制服,体操服の販売金額は近年どのよううに推移ししているのでしょうか 物価高騰により保護者家庭の負担に繋がっていないのかと心配をしておりますなのでこの辺の推移についてお伺いをいたします教育委員会事務局長野沢正之君小中学校の制服や体操服の販売金額につきましては 販売店ごとに異なるため一概には申し上げられませんが近年の物価高騰の影響もあり年々上昇傾向にあると考えておりますこの販売金額の上昇に伴う保護者や家庭への負担につきましてはその他の物価高騰と同様影響を与えているものと考えております 4番林昇君はいい、えー、ありがとうございますこの、えー、学校の生育体操服についても、物価の高騰により年々、えー、保護者家庭の経済的な負担の増加につながっているということがよく分かりました。でこの経済的な理由により、就学が困難と思われる、えー、児童・生徒、保護者に対して支援をする就学援助費においては、その額を増やすことも検討していかなければいけないのではないでしょうか。でまた所得の低い 世帯以外の子育て世帯への負担も皆さん増加していますから、根本的に制服や体操服の内容を見直し、経済的負担の軽減に取り組むことも一つかと思いますが、この点はいかがお考えでしょうか。教育委員会事務局長野沢正幸君、野正君経済的な理由により就業が、就学が困難と思われる児童・生徒の保護者に対しましては、 その修学を支援するために、学援助費を学期ごとに支給をしております。就学援助費における日目ごとの支給単価につきましては国の基準をもとに毎年見直しを行っておりますが年々増加傾向にあります直近令和4年度の見直しにおきましても学校給食費の値上げに対応した支給単価の増額や制服を含めた 入学の際に必要な学用品などの購入額の購入費の支給単価の増額といった変更を行っております。また、制服や体操服の内容の見直しにつきましては、保護者や学校、PTA の意見も踏まえながら、今後も検討していくべきものと考えております。4番、林昇君。皆さんの まあ実際、来ている子どもたち受験も大事でありますので、まあ、そういった声も聞きながら、検討していただきたいと思いますが、これ、はあの教育委員会としては、今、実際に、それい制服体操服の内容を見直して、例えば、経済的負担の軽減ということなので、少し安価なものに切り替えるだとか、まあ、そういうメーカーあ最近あったりしますが、そういったことは積極的にこう教育委員会として考えていきたいと思われているのか、その辺はこは消極的に思われているのか、いかがお考えですか。 教育委員会事務局長野沢雅之君えあの今あの体操服並びに制服等につきましては、特段、保護者の方々、あるいは学校の方からの要請は受けておりませんけれども、今の、こういったな価格の高騰等によりまして、ですねやはりそのもう少し安価なものはどうかというようなご相談があれば、しっかりあの私の教育委員会としても対応させていただきたいと。 4番林昇君声があればということでありますが、なかなかあのそういった保護者や子どもたちが声を上げるというのは、なかなかそういう機会もないのかなと思っております、さまざ、あ、まなあの p t a さまざまありますが、なかなかそういうところで、そういったあの個人の負担に関連する部分で、えー、発言をしていくというのは、なかなかあ大変なことなのかなと思っております。なので、まあ、今全国的な流れを見ましても えー、制服対策の内容を見直すようなところも、えー、ありますので、まあ、どこのタイミングで教育委員会として保護者へのアンケートや、えーまあ、今、LGBTQ とかっていう課題もありますので、制服をそもそも、えー、そういう違う観点で見直すということも、えー、今、ありえると思いますが、そういったことをしっかりとアンケートを取るなり、協議をしていくのも一つではないかと思いますが、その辺をもう少し組み込んで、えー、考えていくということはできませんでしょうか。 教育委員会事務局長野沢正幸君、野君今ほど、委員申されますとおりです、ねあの、内容の見直しというものも少し、私ども前向きに、ですねあの、まあ、制服の方もあのあも、今ほどおっしゃったように、えー、見直しというのも検討事項として、それも課題として抱えておりますので、まあ、そういった意味でもう少し、e t の方々、そしてまた教員の学校の先生方のですねご意見も、えー、回答しながらですね。 今後前向きに検討を進めてまいりたいと思います4番、林ル君。前向きに検討していただきまして、えー、最近、どうしてもです、ね、いろんな自治体が新しい取り組みをするとです、ね、それは目立って報道されまして、やたら他のあの市町村がいいとかって話になってしまいますので、ぜひ親部市もでも、ね、スピーディーに対応していただいて、まあ、近隣市町村にも一歩先を行きまして、えー、親部はこう対応するんだ。それが 親指のあったかさで日本一なんだっていうようなそういったですねアピールにも活用していただいてぜひ前向きに一方少し半歩一歩早く前向きに取り組んでいただきたいと思いますまあ前向きに取り組むということでお聞きいたしましたのでぜひですねそう期待をしたいと思いますで次にですね北海道白根町の事例をご紹介します北海道の白根町ではですね震災時に向けた防災用品を支給しています。 まあ、防災の話もしていましたので、えー、子育て支援の防災でちょっと掛け合わせた、えー、ところでありますが、新生児の防災について考える機会、子育て世帯の経済的負担の軽減、えー、を狙いとしてです、ね、粉ミルクやおかゆ、使い捨て哺乳瓶などが入った市販の赤ちゃん向け備蓄セット、でこの市販のものに、えー、白糠町独自におむつ1枚とボディーシートを追加した20種類入りのセットを 市民町民非常にいい取り組みだなと思いましたが、本市におきましても、新生児の防災意識向上と子育て世帯の経済的な負担軽減を目的に、新生児に向けた防災用品を支給してはいかがでしょうか、答弁をお願いします総務部長、橋本信之君。 防災意識の向上については、新生児に限らず、全世代において取り組む必要があると考えております。現在、本市では、新生児向けに紙をむつ、粉ミルク、おかゆ、使い捨て哺乳瓶などを備蓄しているところであります。災害備蓄に関しては、被災想定の4割程度を市が整備し、残りの6割部分については、県の備蓄や流通備蓄、 各家庭での備蓄にて対応することに加え、市の備蓄のみでは、アレルギーや基礎疾患をお持ちの方など、さまざまなニーズへの対応が難しいことから、市民の皆様には、普段からローリングストックなどにより、最低でも3日分の食料を備蓄していただくよう呼びかけているところであります。現時点においては、新生児への防災用品の支給は考えておりませんが、 子育て世帯への経済的な負担軽減に向け、引き続き各種施策に取り組んでまいりたいと考えております。4番、林の備蓄をしているというところで、一、まあ、つ、えー、対策はしているということでありますが。 そういった備蓄、どういうものがどれだけ備蓄にあるということは、これ、子どもが生まれたあの親御さんに伝えるような機会はあるのでしょうか、しっかりこう、まあ、今、保健師さんとか、新生児、さまざま検診とかいろいろありますが、まあ、そういった際にしっかりお伝えをして、そういった部分も市では対応していると、何かあれば、あの災害時にそういったものが市から備蓄しているということが分かれば、何か,何かの際に、 そういった方から市に、いや、支援が必要だから物資が欲しいということを言いやすくなると思いますが、そういった情報発信はしっかりと保護者、えー、親御さんにされているのでしょうか総務部長、橋本信幸君、はいえー。子育て世帯等、えー、への、えーまあ、備蓄等の情報の、まあ、周知についての、えー、ご質問であります。 えーまあ、各健康福祉課等で、えー、相談等の業務を行っております、えー、その中で、まあ、備蓄等の情報についてもお伝えをしているというふうに考えておりますが、あの防災担当課であります総務課におきましても、えー、いろいろな、まあ、機会を通じまして、えー、新成人のお持ちの方の世帯へに対しても、情報発信、備蓄情報について、えー、周知していきたいというふうに考えております。 4番林昇君あ,のあったかお育て日本一という親別市でありますから、しっかりあの防災を担当する総務の方が、そういった新生児や、えー、子どもたちに対しても、そういった防災、しっかりと生まれたときから、いつ何時災害に見舞われるか分かりませんので、そういったことはしっかり取り組んでいただいて、やっぱり親別はあったかお育て日本一なんだというのを、特に生まれたお子さんあの。 ご家族に認識をしていただくべきだと思いますので、しっかりとその辺は取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。えー、質問以上となりますが、今回は7月の豪雨災害に関連した質問と、えー、子育て支援に関する質問をさせていただきました。今回の豪雨災害から多くのことを学び、本市の防災や災害発生時の対応力強化につなげていかなければいけないと、私自身、強く感じております。 しっかり今回の対応を振り返り、市民の生命と財産を守ることができる親矢部市であってほしいと強くお願いを申し上げます。子育て支援については、あったか子育て日本一を掲げる本市であります。市民は桜井市長やこの親矢市という行政に期待をしております。その期待を裏切らないでいただきたい。私たちの生活は国際情勢の変化や気候変動などの様々な社会の変化への対応を求められております。 親父市に住んでいるから、私たちは安心安全に笑顔で暮らすことができる、そう思っていただける親父市にしようではありませんか、そのことを強くお願いを申し上げ、私の質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました